こさん、江口さん、こんばんは。こんばんは。私事ですが、おっぱいのカップが一つ上がりました。お、やばいぞ。もともと激凛に触れるんじゃない。おっぱいなのですが、激凛に触れるんじゃないよ。めちゃめちゃホットな出来事ですよ。詳しく聞こう。うわ、怖い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 。三河子姉さんが怖いぞ。しーちゃんさん。もしもし。もしもし。あ、しーちゃんさんですか。はい。やばいやば、オフだぞ。こんばんは。こんばんは。小松美香子と。あ、江口拓也です。あ、こんばんは。こんばんは。あ、まずこの、話題に入る前に聞かせてほしいことがあるんだけど。はい。今どんな格好して電話してるの？パジャマの。パジャマの？パーカーワンピース着てます。ホット！ホット！ちなみに、ちなみに、はい。パジャマとか着るときって、下着ってつけるんですか？姉さん、姉さん、切りましたね。え？一応つけてます。ほっと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 すっげえ変だよ。え、ちょっと詳しくお伺いしたいんですけど。はい。あ、そんなことはどうでもいいと。なんで、はい、何が原因で、上がったんですか？姉さん逆に聞きたい方なんだね。はい。はい。前のめりでね。ええ。そうなんだね。マッサージ。え、ちょっと待って。マッサージを、はい。マッサージするの？どうやって？調べて、いろいろ調べて、お風呂上がりとか、お風呂とかの、マッサージを。恥ずかしながら言う感じがまたたまらないね。なんかね、ほっとね、本当にね。それで本当に、ちょっとなんですけど、だんだん変わってきたので、はい。毎日そうですね、できるだけ。できるだけ毎日？はい。どれぐらい、時間は詳しく聞きすぎでしょ。そうですね、お風呂に入りながらなので、そんなに長くはないですけど、上がってからの方が私は、長く。なるほど。ちなみに、しーちゃんさんは、おいくつですか？23です。いける！いや、いけ、もう、いけないんじゃない？いける！みかこ姉さんはいけないんじゃない？みかこ氏は。中学から変わってないから。大丈夫だから。いける！いけるかな、どうかな。大丈夫だと思います。ちなみにしーちゃんさんは、まだ聞くんかい？しーちゃんさんは、小さい頃から、こう、なんていうんですか、お風呂に入ってから、パジャマに着替えるじゃないですか。寝る時とかって下着をつけてるタイプですか？はい。つけてる。これ私の統計なんですけど。どうした？つけてると、育たないんです。え？嘘？寝る時とかに。本当に？そう。ね、そうだよね。なんか、形が良くなるみたいな話は聞きますけれども。だけど、やっぱり大きい子にみんな聞いたら、家帰った瞬間、シュン！えぇ！ノーブラなの？ノーブラ。ノーブラヤッホーなの？ノーブラヤッホー、ノーブラだよ、それ。あ、そっかそっか。ヤッホー、ヤッホー。ノーブラヤッホーは僕の気持ちか。そっか。ごめんね。なんか僕の気持ち言っちゃったね。ごめんね。本当にごめん。僕の気持ちだった、それは。ごめんなさいね。だから最近は、最近はブラじゃなくて、ブラトップにシフトしたんですよ。え？ブラトップ？ブラトップってどういうこと？私もブラトップです。あ、本当？はい。シーちゃんさん、ブラトップなの？ブラトップ。そうです。なんかこう恥ずかしがりな、普通のブラってこう結構締め付けてキュッてこうやるんですけど、そうなんだ。そうだけどブラトップはまあちょっとゆったりするんですよ。ああ、そうなんだ。でカップついてるから外に響かないけどちゃんとこう守ってるっていう。へえ。はい。しーちゃんさんもいい感じですか、ブラトップは？そうですね。ブラトップは、ブラトップはサイズいくつですか？大丈夫、私でも本当適当に、あれなんです、ユニクロとかのつけちゃってるので。なるほど。サイズ L とか M とかか。そうそうそう、 S、M、L なんですよ。へえ。と M です。あ、 M までいった？あ、察し。 M までいった？いや、 M だと私ちょっとね、あれなんだよね。それ以上はいいから、それ以上は身を削らなくていいから。なるほどね。マッサージね。マッサージね。はい。毎日。ちなみにどれぐらいの期間で大きくなったの？まだ聞くんかい。まだ聞くんかい。毎日やり続けてどれぐらいで上がったの？そうですね、どれぐらいですかね、3、4ヶ月。3、4ヶ月か。3、4ヶ月とかですかね。なるほど。毎日ですよ、毎日。アニメワンクールですね。
ワンクールおっぱいを揉み続ける。そうですね、4ヶ月毎日。メモをするな。毎日。メモをするな、ミカコシ。毎日お風呂上がり、お風呂上がり。結構しっかり。あ、ありがとうございましたね。ちーちゃんさんね、あの、ミカコシは、あの、メモ取るのに忙しいから。ね。ということで、あの、ホットな話題ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとう、頑張って。